皆さんこんにちは、ランタムです。今回はですね、僕の方にね、岡山のテレビ局さんの方が取材をさせてほしいというふうにね、ご連絡をいただきましたんで、今回はね、どんな感じだったのかっていうのをね、ちょっと見ていただくための動画を撮影させていただいております。で、あとね、3分、4分ぐらいで多分来られるんですけども、倉庫の方はね、こんな感じで、あまり綺麗じゃないですけども、片付けをして、で、車はね、今ちょっと外の方で洗車をしたんでね、ちょっと、今から行くところなんですけども、多分倉庫したらね、来られると思うんで、今回はね、テレビクルーさんの方と一日過ごしていきたいと思います。今来られましたんで、今からの撮影の方にちょっと行きたいと思います。今撮影が順調に進んでて、斜めの K の方はね、撮影がもう終わったんですけども、僕ちょっとね、緊張してからカメラ回していいですかっていうことをね、言えなかったんですけども OK いただきました。ですね、ここからね、買い出しに行って、で、料理するんですけども、ちょっと今積み込んだんでね、これからちょっと大好きな店の方にね、ちょっと行ってお買い物していきたいと思います。行きましょう。いつもどういうこうところに食材は買いに行かれることが多いんでしょう？地元のスーパーがメインですね。いろんな食材揃ってるんで、中でお買い得なものを見つけて料理するのが気に入ってます。はい、素晴らしいね、食材が買えましたんで、今から橋の下に行きましょう。橋の下がね、工事中で、ね、工事の邪魔になってもいけないんで、場所を変えることにしました。僕のね、第二の隠れ家的な場所に行きます。テレビ初公開です。はい、ということでね、こんな感じに車を今止めてます。で、ここはね、いつもの秘密の場所ですね。で、もうね、今から料理を作るんですけども、その前にね、準備しただけしていきましょう。久しぶりにね、このサンシード使いますね。こっちにやっとかんとね、光が漏れてくるんで。はい、じゃあね、ちょっと料理開始です。今日はね、スーパーに行きましたら、新鮮なね、岡山の牡蠣とサラダがね、あったんで、この分を使って、ちょっとね、牡蠣尽くしの料理をね、作りたいと思います。で、牡蠣尽くしはね、以前やったように見えるかもしれませんけども、実はね、前回味噌がなかったんで、牡蠣のね、中華スープがなんかで終わらしちゃったんですよね。で、それじゃいけないんで、もう本格的なね、岡山ちょっと牡蠣で牡蠣尽くしを作って、ちょっとね、テレビクルーさんをね、驚かしてやろうと思います。で、頑張りましょう。まずはね、牡蠣で牡蠣飯を作りましょう。これが一番時間かかるんでね。で、牡蠣のね、ちょっと水を捨てないといけないんで、この分だけ先にやりましょう。よいしょ、いけるかな、うまくいけるかな、よいしょ。ああ、こちらでよった、よいしょよいしょ、いい感じで、水だけ、全然入らないな。今ね、ひたすらお願いをしてね、盛大にこぼした部分をね、カットしてもらうことにしました。優しいクルーさんでよかったです。で、いっぺん牡蠣をちょっと水で洗いましょう。袋状なんでね、洗いやすいです。 OK、 塩で揉むのがいいんでしょうけどね、僕はもうこれで十分です。じゃあね、牡蠣も洗ったんで、まずは一番時間のかかる牡蠣の炊き込みご飯からいきましょう。ちなみにね、米と水はもう吸わして持ってきてます。100cc の米に 130cc の水にしてますね、今回。炊くのはこれを使いましょう。いつものやつですね。牡蠣を何粒入れようかな。意外とね、大きいですね。3粒。ちょっとね、1粒戻しましょう。2粒にします。よし、牡蠣を2粒入れて、味付けですね。醤油が
1でいいかな。次はね、みりん。あ、ちょっと多かったかな。0.5。で、酒。あ、半分 ?1 杯入っちゃった。適当で大丈夫です。で、あと白だし。OK。うん。そしたら、あとは炊きましょう。電源オン。これで OK ですね。はい、でね、これがあと20分ぐらい炊き上がるんで、待ってる間にね、今度は2品目作りましょう。2品目はね、カキフライ作ります。カキフライはね、卵がいったり小麦粉がいったりパン粉がいったりするんですけども、面倒なんでこれを使いましょう。楽揚げパン粉、小麦粉も卵もいらないってやつですね。これをね、もう まぶせるだけで OK です。で、いつものアイラップにまずカキから入れましょう。ちょっとこれ3粒いきましょうかね。カキフライ大好きなんで。よし、はい、こんな感じで3粒入れたらパン粉、これ全部入れてもいいかな。で、OK、大体まぶりつきましたね。 OK、 そしたら次はフライパンにくっつき肉を入れる。お、かぶして、で、これで油でね、焼き上げみたいな格好で揚げていきましょう。で、フライパンを乗せて油を適量。よし、こんな感じでね、置いていきましょう。このままだったらね、はぜるんで蓋をします。あとは火力。よし。で、この間にね、今度は野菜を仕分けしましょう。いくつかのね、野菜をピックアップしておきます。テレビの方でね、いつも通りのランタイムを見せてくれっていう話だったんで、こんな格好でね、普段通りの仕分け作業をやってます。この野菜には、玉ねぎと、なんだろう、これレタスかな?とかが入ってるんで、ちょっと、玉ねぎをね、ちょっとこっちにピックアップしておいて、これはね、お味噌汁の方に使います。で、あと、ここにね、水菜が少し入ってるんで、この水菜はね、かき飯の方に使います。色合いがね、綺麗になるんで。本当にちょびっとしか入ってなかったな。これぐらいにしときましょう。入れすぎたらね、かき、お味噌汁の方が甘くなっちゃうんで、玉ねぎはちょっとにしときます。で、どうかな、焼き上げなんでね、様子を見に行きましょう。よし、下がね、少し傾いてるんで、こっちにね、液体が出てますね。仕方がないですね。じゃあね、ちょっと倉庫したらね、多分もうそろそろいいと思うんで、開けてみましょう。よっ、いい感じですね。 OK にしましょう。よし、よし、で、火を止めて、はい、これ使いましょう。油そばしたいですね。よし、で、これをちょっと入れてそばして、で、こっちを置きましょう。この分木なんでね、溶けたりしないんで。一品できたんで、で、こっちも今、何分ぐらいだろう。これもね、まだ炊けてないんで、その間にね、かき汁を作りましょう。で、これなんですけど、多分ね、150-60cc でいいんで。ん?多かった。ちょっと多かったんで飲みます。よし。はい。で、これで OK で、よし、ちょっと鍋の安定が悪いんでね、網を敷きます。で、こう。で、玉ねぎ。で、着火。よし。で、しばらく待つと。ちょうどね、ぐつぐつ言い始めました。いい感じにね、でき始めてますね。おお、ふきおるな。あんましこれふかんのにな。いいかな?いいですね。牡蠣をね、入れましょう。最後の2粒ですね。よし、あ、のよし、いいでしょう。もう火を止めて、で、もう最後にね、こっちに味噌を入れてから混ぜましょうかね。どっちみちね、変えて洗うんで。よし、ああ、多分ね、テレビクルーさんは今のところカットしてくれると思うんで。よし、OK。
で、味噌汁できたんですけども、こっちがね、もう今あの時間経ってできてると思うんで、もうね、電源抜きましょう。で、先に水を吸わしてるんで、蒸らし時間もね、そこまでいらないと思うんですけども、まあちょっと準備しな、してね、5分ぐらい蒸らすのを確認しましょうかね。じゃあ、ちょっとね、この辺パパッと片付けます。牡蠣は本当に美味しいんでね、今が旬なんで、放送時期が、ちょっと皆さん、秘宝です。あのね、これ僕、1個しか持ってないんだけど、割れてないと思ったら割れてましたね。どこ予備ないかな。どうしよう。最高ですね。あ、わかった。いい方法があります。もう仕方がないんでね。これはもう見なかったことにしましょう。このコッヘルセットのこっちの分に移し替えましょう。味噌汁は。容量もね、バッチリなはずなんで入ると思います。こんなね、見せ場を作らなくていいんですけどね、僕からしても。できたらよし、できたみたいな感じからかっこよくしたいんですけども。かき飯できてみたんで、ちょっと開けてみましょう。せーの。おお、ちょっと水分多かったかな。でも大丈夫ですね。問題ないです。で、多分ね、やらかそうに見えるのはね、多分気のせいでから、食べたらね、しっかり煮えてると思いたいんですけどね、ちょっと柔らかいですね、やっぱり。あ、でもちゃんと底の方はできてますね。うん。あ、なるほど、わかった。定規が滞留してなかったんだな。お焦げもちゃんとできてますね。今回水分多かったな。なんでだろう。前回と同じ分量で炊いたんですけどね、味は変わらないんで。取りましょう。今回ね、失敗が多いように見えるかもしれませんけどもね、こうテレビの前で緊張してるっていうね、理解してもらえればありがたいです。よし、 OK ですね。熱っ。で、あとは青色をね、ちょっとこうパラパラっとまぶしたらね、完成です。 OK にしましょう。はい、ということでね、ご飯完成しました。牡蠣飯に牡蠣フライに牡蠣汁ですね。牡蠣3品できました。で、ちなみに、かかった費用なんですけども、牡蠣が1袋430円、野菜が半額で70円だったので、ちょうど500円ですね。500円でここまでできました。ということでね、美味しそうなのが出てたんで、早速ね、いただきたいと思います。いただきます。果たしてお味は。めちゃくちゃ美味しいです。牡蠣もね、よく煮えてるから美味しいです。なんですけどね、牡蠣もっとたくさん欲しかったですね。牡蠣まみれのご飯にすればよかったの。だしもね、ちょうどいいです。で、次牡蠣汁にしましょう。切れたらね、美味しくなくなっちゃうんで。美味しい。牡蠣が甘いですね。最高です。ただね、ちょっと冷えちゃってるんで、少し温め直しましょう。ここ使いましょうかね。で、最後にね、牡蠣フライいただきましょう。牡蠣フライにね、何かけようかと思ったんですけども、これコンビニとかでね、揚げ物買った際に出てくるやつですね。これ残してたんで、今回これかけていただきます。タルタルソースですね。いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しいです。牡蠣フライですね、完璧な。美味しいです。ちょっとね、火力が強くてね、焦げちゃったりしましたけども、焦げたぐらいがちょうどいいんでね、美味しいです。じゃあね、あとはね、皮でも見ながらのんびりね、ご飯食べたいと思います。はい、ということでね、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。でね、どれもね、めちゃくちゃ美味しかったですね。牡蠣飯も、牡蠣汁も、牡蠣フライも美味しかったんで、皆さんもね、水のね、必要になってる牡蠣見つけたらね、岡山県産の分で、ぜひ試してみてください。はい、ということでね、撮影が終わって帰ってきました。もうすっかりね、夕方になっちゃいました。っていうのがね、橋の下が使えなかったんで、移動したりしたらちょっとね、遅くなっちゃいました。でもね、撮影自体はすごく楽しくてから、トラブル満載の料理でしたけども、多分ね、うまいこと編集してくれるんじゃないかと思ってます。はい。で、今回撮影されたね、内容の、公開スケジュールなんですけども、ちょっとね、すごいことにね、まずは、2月2日に番組側さんの YouTube の方でね、流していただいて、でさらに2月6日からはですね、岡山イオンの方の、そういった部分をね、視聴できるスペースがあるんですけども、
なんだかな、ごめんなさいね、ラジオスペースになるのかな、の方で公開していけるんですよね。だからイオン岡山に来ればまたね、そうで見ることができるらしいんです。でさらに2月の16日にはですね、岡山のローカル番組なんですけども、ナンションっていう番組の方でテレビにね出させていただけるらしいとのことなんで、もしかしたらね今回の撮影がテレビにね出るかもしれないっていう格好になってますんで、ちょっとねすごい個人的にはねワクワクしてます。はい、こんな感じですかね。あの失敗だらけのねテレビ撮影でしたけども、あのすごく楽しかったんでね、皆さんよかったらねテレビ、いやもしくはその YouTube の方で見てやっていただければ幸いです。はい、ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。